こんにちは、私です。今回は、マインクラフトの実況をしますよ。早速ですが、最初の準備で木を集めます。素手で木をなぎ倒す私、素敵。いろいろ作ったので砂漠にやってきました。メッサを平然と歩く私、素敵。ピラミッドを発見しました。この中には財宝が続々入っているかもです。来たこれ。まあ、20点というところかな。探索したけど村が見つからなかったのでワールドを作り直しました。ここからが本当の始まりです。またピラミッド発見しちゃった。私、素敵。当然中にはダイヤモンドが入っていませんでした。村を発見しました。ここで村人とのスキンシップを取ります。ダメでした。それはさておき、この村人たちは、監禁し外敵から保護するために一度保護します。ここに穴を掘って保護しました。これでゾンビから狙われても大丈夫です。村人を守ってあげる私、マジ素敵。この運は後で払ってもらいますけどね。あ、念のため柵をつけておきます。馬がいたので手名付けます。手名付けます。手名付けます。手名付きました。ちなみにさっき馬に与えていた麦は、村人たちからのご厚意でいただきました。ありがとう、村人たち。この恩は忘れさせていただきます。あ、でも、保護した恩は返してもらうからね。さて、この馬にサドルをつけて、家の建築に使う頭皮の苗を取ってきます。なんか、暴れん坊将軍みたい。痛い？というわけで取りに来ました。戻ってきました。この辺りに畑とか作ろうと思うので、整地します。素手で掘削作業する私、マジ強靭。でも、効率悪いからスコップ欲しい。でも石のスコップってマッハで壊れるからちょっと作るのためらっちゃう。貧乏性な私、多分素敵。というわけで今回はここまでで終了です。次回はいろいろやりたいと思います。まあ、3分だけしか見せられないけどね。